シンクロメッセージ。シンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。心の天気予報、月の満ち欠けのリズムのように心は変化していくもの。知っておけば対処もできる。慌てず騒がずに楽しむのが一番。すぐにピンとくる方、数日してから気づく方、忘れた頃だって OK です。本当に心が求めた時にシンクロは起こる。誰もが平等にメッセージを受け取ることができます。どれだけ心を敏感にしてキャッチするか、ただそれだけです。さあ、夜の、ね、クラブの方では、はい、行動パターン3つに分けますよ、はい、活動星座、お羊座、カニ座、天秤座、ヤギ座。今週はですね、優先順位をねきちっとつけて、順番にやっていってください、うん、そしてあと距離感を楽しむ、あとちょっと笑うことを意識して、うん、まあ、お笑い番組見るでもいいしね、うん、楽しいことをしてみてください。はい、はい、不動星座、牡牛座、獅子座、さそり座、みつがめ座、はい、ですね、フィーリング、自分の感性とちょっと楽しむみたいな週がいいですね、うん、でただその感覚を掴むのはいいんだけど、それだけで終わらないようにいろいろ行動してみてください。はい、はい、そして柔軟星座、双子座、乙女座、射手座、魚座、はい、今週はですね、満足がいかない、なのでそこはじゃあなぜだろうと改革をちょっといろいろしてみてください。あと本当の意味だったり本当の気持ちとかを知れる週です。ちょっと敏感にね、はい、いろいろしたらいいんじゃないでしょうか。はい、はい、シンクロメッセージは心の軌道修正、お役に立てたら嬉しいクリスタルパワーです。ない、シンクロプラス、意味のある偶然は人生のスパイス。遊びも仕事も同じ、一生懸命にしてこそ楽しい。